1968年、デイビー・ジョーンズは、マンチェスター出身の歌手、俳優、ザ・モンキーズのリードボーカルとして知られる。4人指定の末っ子として生まれる。幼少児協会の聖歌隊に、参加、12歳の時に友人とコンゴボーイズを結成し、ギターを担当する。様々な悩みから14歳で学校を退学後、家でする。3ヶ月後、 母の死で一旦家に戻ったものの、また再び家でする。機械修理工をするから、体格が小さかったこともあり、マンチェスターのニューマーケット競馬場で見習い機種の資格を取り、機種を目指す。しかし父の怪我の知らせを受けて、家に戻り、機種の夢を諦めることになった。1961年夏、父親を養うために、俳優養成所でアルバイトをするようになる。 そこで舞台裏の仕事をしているうち、俳優に興味を持つようになった。この頃、友人の勧めもあり BBC のラジオドラマオーディションを受け、少年犯罪者役を演じる。これがきっかけとなり、やはり BBC のモーニングストーリーに出演した。その後、ミュージカル、ピーターパンや1964年に、オリバーのアートフルドジャー役などのオーディションに合格して、 ミュージカルタレントとして第一歩を踏んだ。オリバーはアメリカでも公演されることになり、アメリカに渡った彼は引き続きミュージカルピックウィックペーパーにも出演することが決定、俳優としてのキャリアを築いていく。またこの頃、コロンビア映画の子会社コルピックスレコードのタレントスカウトの目に留まり、レコード歌手としてもデビューすることが決まった。1965年、 ソロアルバム、デビット・ジョーンズをリリースする。また、ベン・ケイシーなどのドラマにゲスト出演した。また、ビートルズが初めて、エド・サリヴァン賞に出演した回に、オリバーのドジャー役として出演し、ソロボーカルを披露した。また、業界誌、デイリー・バラエティの告知を見て、モンキーズのオーディションに参加、ミッキー・ドレンツ、マイク・ネ・スミス、ピーター・トークラと共にメンバーに選出された。 モンキーズ。左からデイビー・ジョーンズ、ミッキー・ドレンツ、ピーター・トーク、マイク・ネ・スミス、もともとメインとしていた活動が俳優であった。彼は、モンキーズのデビューまで、楽器の習得と、ボーカルに時間を割くことが多かった。デビュー後バンドとしては、ボーカルとパーカッションを担当。モンキーズの楽曲は主に、ミッキー・ドレンツと彼がボーカルを担当しているが、 デイビー・ジョーンズがボーカルを取ってヒットしたものには、自由になりたい、恋はちょっぴり、デイドリーム・ビリーバー、素敵なバレリなどがある。また、バンドと同盟のテレビドラマ、ザ・モンキーズでは、昇進正明正のアイドル役、一目惚れで恋に落ちたり、女の子に追いかけ回されるエピソードも多い。モンキーズは、その強力なセールスプロモーションとテレビ番組の連動により、 メガヒットを連発するが内部では制作サイドとの圧力を抱え、1968年にピーター・トークが、翌1969年にはマイク・ネスミスが脱退してしまう。最後までモンキーズに残ったのは皮肉にも俳優出身のミッキー・ドレンツと彼であった。モンキーズ解散後の1971年、コル・ジェムスから遺憾されたベルレコードよりソロアルバム、 ベイビー・ジョーンズをリリース。その後、レコード会社は、メトロゴールドウィン・メイヤーへ移籍。また、愉快なブレディアに、本人役で出演した。1975年、ミッキー・ドレンツ、モンキーズの楽曲担当だった、トミー・ボイスとボビー・ハートを加え、ドレンツ、ジョーンズ、ボイスハートを結成。キャピトルレコードと契約し、アルバム、素晴らしきカドデをリリース。 翌1976年、日本でも静岡、東京でコンサートを行った。その後活動拠点をイギリスに移し通すとというバンドを組んで活動。また俳優としてもミュージカル、ザ・ポイントに出演した。また1980年に日本で起こったモンキーズのリバイバルブームにより日本限定シングルの発売、コンサートも行った。1980年代半ばからまた、 アメリカを拠点にする。1986年にアメリカのリバイバルブームによりマイクを除く3人でモンキーズを再結成し全米ツアーを観光した。その後節目ごとに再結成してモンキーズとしての活動も行った。1990年代以降はほぼ俳優とソロシンガーの活動を両立して行った。生涯現役のパフォーマーだった。 2012年2月29日、フロリダ州の自宅で心臓発作を起こし、搬送先の病院で死亡が確認された。66細胞図。ザ・モンキーズ大全週スクリーン4月号臨時増刊 P27。P モンキーソロレコーディングスライナーノーツハット m o n k e s s t a r t a v y j o n e s d i e s a t 6 6 m s n p c c o m 2 0 1 2年3月1日閲覧とつじょ、巻き起こった、1980年の平。平。We are the m o n k e y s リマインダー2018年10月25日日本では1981年に、 ブリオの不思議な旅として発売。ABC 日本のみの発売。ありがとうございます。